千葉としては追加点が欲しいですね。船山のフリーキック、ニアサイド、こぼれたボール、シュートはうまく当たらない。ただ浮き球になる。新井貴が落とす。松島いる。もう一度シュートを押し込んだ。最後はエベルト。千葉に追加点が入りました。まあ、こうちょっとキックミスだと思うんですけど、はい、千葉の選手が反応早いですよね。全部千葉の選手が触ってますから。この後ですね、最初に多分アライキ触って次、はい、まあ、松島触れなかったですけど、もう千葉の選手の方が多いですし、はい、反応する準備ができてますね。まあ、決して攻撃の選手が止まってるわけでもないんですけど、はい、やっぱりその気持ちの問題ですかね。最後はね、ゴール前ですし、絶対決める、絶対守るっていうところの差が出てくると思います。